クロマックス。さあ、そしてこの大きい車格のハイゼットがベタ踏みでフル加速して高速に合流していくということで、はい、どうもクロワックスです。ということで、オープニングから若干ピンボケ気味の状態でございますが、こちらのハイゼットロードインプレッションしてみようということで今回撮影しております。今回のこちらの撮影、 MCR カスタムズさんにご協力をいただいて実現しております。別の動画でですね、こちらのハイゼットのベッドキットの取り付け動画なんかも紹介させていただくようになっております。ということで今回はこちらのハイゼットのロードインプレッションなんですが、実はですね、すぐるハイゼット運転したことありません。エブリィハイゼット N 版なんかも試乗させていただいて、もう動画は撮影してあるんですが、車中泊をしていく上でベースの車両としてどんな車がいいのかみたいな、そういったところも含めてこちらロードインプレッションこれからしていこうというふうに思います。はい、ということでハイゼットの車内に移動してきたんですが、4速オートマ、しかも4駆切り替えスイッチがついているところで、これ4駆の仕様でございます。運転席助手席はパワーウィンドウがついていて、ハイゼットのバンということで車内を後ろはこういった形で、これから撮影させていただくベッドキットのフレームなんかもついてたりするんですが、オーバーヘッドコンソールこんな感じでついていて、ダッシュボードもお仕事をする車っていう感じでですね、シンプルかつ利便性が高そうなダッシュボード、フロントパネル周りになっております。ハイゼットでスグルが一番びっくりしたのはここなんですよ。ボールペンとカードを挿す場所がここにある。これからロードインプレッションで ETC カードね、使わせてもらうんですけど、こういったね、カードとボールペンが挿せられる場所がついていると。これ多分型取りのために購入された新車ですね。新車の匂いがまだかなりあって、もう納車されたてのね、カバーも多分撮影用にわざわざ今剥がしてくださったんだと思うんですよ。よいしょ、ライト周りこんな感じでついております。さあ、実際にこれハイゼット自分で運転させていただくのは初めてなので、どんな感じなのか乗っていってみようと思います。はい、ということでですね、実際に乗っていこうと思います。うん、視点の感じとこの走った加速感とこのシート下から感じるエンジン音に関してはですね、エブリィと同じ感じですね。あ、でもこれ新車でバンとはいえね、多分グレード高いのかな、パワーウィンドウついていたりもするので、衝突安全装置とか横滑り防止装置とかアイドリングストップ機構とか装着されているようですね。フォレストオートさんにもね、ハイゼット用のリフトアップスプリング、ラインナップされていたりもするので、フォレストオートさんのハイゼットは助手席にね、同乗させていただいたことが何度もあるんですけれども、自分で運転するのは初めてです。エブリィとハイゼットで比べると、ハイゼットの方が若干ね、走りが重いとかいろんな方から伺ったことはあるんですが、今乗ってる感じだとハイゼットとエブリィでそんなに違いは感じませんね。低照低重心にね、重きを置いた軽ハイトワゴンと違って、運転席助手席のシート下にエンジンがあるので、シート位置が高くなってくる分ですね、周囲の見切りや見渡しがいいのかなと。またね、前の両角の見切りに関しては目視で見える位置がボディの端っこになりますんで、前方の見切りはいいし、両方のリアタイヤの位置もミラーで目視することができるので、細かいところに入っていったり、狭いところに駐車したりバックをしたりという状況に関しては、この軽バンと呼ばれるね、エブリィハイゼット優秀だなというふうに改めて感じますね。高速の乗り口インター近づいてきたんですが、こういったランプでのロールはやっぱりね、純正の足回りなんで感じるかなというところでございます。まあね、そういったところに関してはこのハイゼットエブリィ N 版であればですね、フォレストオートの友利社長が一発解決してくださるリフトアップスプリングもあったりしますんで、そのあたりもね、参考にしていただければと思います。よいしょ、ということで ETC ついてないんでチケットを受け取り、よいしょ、前橋インターから新潟方面に一区渋川までですね、行って帰ってくるロードインプレッションしようと思います。さっきのランプのところの部分のね、ロールもそうだったんですけど、やっぱりちょっとロールを感じるなっていうところと、あとは側溝がね、くぼんでるところを横切る、斜めに横切るようなところ
そういったところの通過の時もよっこいしょと足がガックンガックンと動いているような感じはしましたね。まあ、やっぱり商用車だなっていう感じはします。さあそしてこの大きい車格のハイゼットがベタ踏みでフル加速して高速に合流していくということで、60キロ、70キロ、間もなく80キロ、加速帯目いっぱい使ってなんとか合流できたっていう感じですね。まあエンジンはうなっていますが、おそらくこれ4速オートマで3速で引っ張って96キロ7キロぐらいまで今加速しました。他のね軽ハイとワゴン系と比べて若干シート下からエンジン音が聞こえてくると思うんですが、エンジンはねばらつくこともなく滑らかに回っているのが聞こえます。で今100メーター目で100ちょっと、実測値で100キロもいってないかなぐらいのところで追い越し車線に行って1台車を追い抜いたんですが、今ねほぼほぼベタ踏み状態こう今若干の上り坂だと思います。これねエブリィもこんな感じです。100以上で巡航しようと思うとなかなかね坂道になって上り坂になってきたりするとキックダウンが必要になってきたり、モンターボの非力なエンジンでねこれだけ大きな車格なんで当然といえば当然なんですけれども、しっかりね走ってくれるようにギア比とかも調整されてるんだろうなーっていう気はします。ツグルグ自身がね実際に DA17 長期ドライブした時に感じたのが、レースローの制御が自分の意図したアクセル回路と違うねスロットル回路になってしまって違和感を感じたんですけれども、まあそれもね乗ってるうちに慣れてしまったんですけれども、その感じがない意図したアクセル登力で意図した巡航走行がすごく簡単にできる気がする。まあ、ただねスズキのエブリィとダイハツのハイゼットで比べるとモデルチェンジはしてるものの、基本構造の設計に関してはハイゼットって昔ながらの基本構造そのままね延長線で使用しての現行のハイゼットっていう形になるんで、新しく設計し直された DH7 のエブリィよりは設計が古いよっていうことにはなると思うんですけどね。ただ言い返せばそれだけ成熟されたボディ構成だったり設計だったりもするのかなというふうに感じたりします。でね今渋川のインターにつきましてオーバードライブにボタンを入れてエンジンブレーキをかけながらよいしょランプに入ってきました。ちょっとね今速度が出ている状態でアスファルトの路面が荒れているところを通ったんですが、まあこうちょっとね車体暴れるなみたいなワゴンと比べてはありましたが、また東京方面に渋川から前橋に向けて高速道路走っていこうと思います。こちらね渋川から前橋方面に向かっては加速帯というか3車線になるのかな、なるんでよいしょ加速帯というか加速していくところがたっぷりあるんで十分加速することができました。エブリィハイゼットに関してもねいろんな車中泊にも適したアフターパーツなんかも数多く出てたりもするんで、自分なりの色に染めていくベース車両としてはこのハイゼットいいんじゃないかなというふうに思います。またね N 版も含めてなんですけど、どうしてもねこの運転席と助手席の後ろで180センチっていう長さを確保することが軽ハイとワゴン系だとできないもんですから、エブリィハイゼットに関しては運転席助手席そのままの状態で後ろで就寝スペース確保できるっていうところはやっぱりどうしても利点ですよね。どうにか2名就寝以上を軽自動車でねレイアウトを考えていくとエブリィハイゼットっていうこの2択になってくるのかなという気はします。もちろんね軽ハイとワゴン系でもできなくはないんですけど、車中泊のレイアウトを作るためにその都度ねベッドを展開したり運転席のシートを倒したりっていう作業を考えると、運転席助手席そのままで後ろにそのままゴロンと横になって寝れるような状況があるとやっぱり楽かなっていうふうには感じたりするんで、2名以上で車中泊をされる方に関してはやっぱりハイセットエブリィここの部分がいいかなというふうに感じます。ただ助手席まで潰してそこにね常設でベッドが展開できてお一人様でいいよっていうことに限って言えば、もうね軽ハイトワゴンの方が全然利便性は高いかもしれない。もちろん運転席がね極限まで前にできてきてるこのエブリィハイゼットのレイアウトとかだと密室の広さっていうアドバンテージがありますけどね。前橋インターに到着しましたということで、チケットとねお預かりさせていただいている ETC カードで
生産をしていこうと思います。こういった形で今ランプ走ったんですが、まあ、タイヤが万用タイヤってこともあるのかな。次はね、あのランプ走ってる間のつなぎ目、道路のつなぎ目のところがね鉄板になってると思うんですけど、そこでねつるっと滑ってるような感触もあったりしました。スグルはやっぱり足りないところを自分で補っていく、自分色に染めていくっていう風に少しずつねいじっていくことに魅力を感じたりしますんで、そういった人に関してはベースの車両として比較的ね軽ハイトワゴン系の乗用を買うよりは安価に手に入れることができるエブリィハイゼットの商用車です。本当にパワーウィンドウとかついてないようなグレードが低いものだったら、年式新しめで走行少なくてもね普通に100万円を切って手に入れることができるような、そういった価格帯で設定されている軽自動車の中でも比較的安い部類に入る車なので、そういった車を手に入れて自分色に変えていくっていう楽しみもあるんじゃないかなと。もう1台ハイゼットクルーズですね、スタッフさんが乗られてる車かなんかで乗れますよみたいなお話をいただきましたので、そちらの方のインプレッションも合わせてしてみれればなというふうには思っていたりもします。はい、ということでね、今回ね5000キロも走ってないハイゼット紹介させていただきました。ずっとねエブリ乗ってきたスグルとしても、まあ似たようなレイアウトの車で相対するところのハイゼットっていうのを初めて乗らせていただいてね、貴重な経験をさせていただきました。まだまだね乗らせていただいてないお車もあったりしますんで、どんどんねインプレッションしていければなというふうに思ったりもします。はい、ということで今回はスグル代表初めてハイゼットに乗ってみたとそんな動画を撮影してみましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。スグル代表ね買ったばっかの動画、先ほど公開されてコメント欄がポコンポコンポコンとスマホに上がってきてるのはね見えておりますんで、チェックさせていただこうと思います。皆様今後ともクロワークスどうぞよろしくお願いいたします。